こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット、続きをやっていきたいと思います。収穫はできないんだ。ご存知ですか？報酬の馬風石を、取ります。はい、でさてですね、愛馬肩のフラメンコ、前回からですね、放牧をしまして504キロ、適正体重プラス2キロまで増やしております。これで、また調教を持って、出したいと思います。そうですね、前走クイーンステークスが、本当楽勝圧勝でしたので、G2、G1、この辺を狙っていきたいなと。まあ、もちろん牝馬限定戦がいいんですけど、最終的な目標はこの5月3週のビクトリアマイルじゃないかなと思います。でここで取ってですね、上を目指していきたいなと。気合十分ですね。いい感じですね。はい、今日日曜日もいよいよ、もう終わって、収録してる時点ではもう、0時33分、月曜日になったんですけど、日曜日はすごく寒かったですね。風もすごい強くて、最高気温が4度だったんで、また寒さがぶり返してきたということで、外も行きにくかったですね。なので今日はずっと一日中家の中にいて、買い物だけして、引きこもり状態でした。さて、元気ですね。ビールがありますね。ただ残り39周なんでな。適正な馬体重です。さてと、一走だけレースに出したいですね。さあ何がいいんだろう。そうですね、やっぱりこの5月の3週を見計らないといけないんで、阪神牝馬ステークスに出すとビクトリアマイルまでおそらく間に合わなくなっちゃいます。となると京都牝馬ステークスか中山牝馬ステークス、あと、中山記念あたりもいいかもしれないですね。で中山記念行ってみますか。ビクトワールピサキャプテントゥーで、リュダバル、リュダバルってどんな馬なんだろう。知ってる馬ではミッキードリーム、キャプテントゥーレ、当選キャプテンかな、アロマカフェ、武豊、リーズヤクラウンに乗ってますね。とこれから レースを選ぶっていうのもすごい大事になってくるんで、ちょっと考えないといけないんですけど、これが金庫賞ですね。金庫賞が、このメンツ、これは武豊が乗りませんね。チャンスですね。で、今が2月の1周で、中山記念があれで、金庫賞が3月の3周ですか。3月の3周ってことは、仮に4周休ませると、ちょっと、
日程がタイトになってしまいますね。ビクトリアマイル出すには、まあ、もしくはドバイターフに出してもいいのかもしれないです。そうなるとそんなに回ないのか。まあ、ドバイターフはまだ早いでしょうね。確実に成績を上げたい。そうなると今2月を1周で1月を4周に戻って調教を作り返すとなると、どっちがいいんだろう。まあ、京都牝馬ステークス、中山牝馬ステークス、まあ中山記念金庫賞、何出してもドバイターフは多分間に合わないですし、ただドバイターフって結構勝ちやすいんですよね。訓練してドバイターフ狙っても面白いかもしれないですね。まあ、もっともそれ出すとビクトリアマイルが今度きつくなる。まあ、ビクトリアマイル出したい、出すっていうのはまあ基本だと思うんで、そうなると阪急杯という手もありますね。阪急杯出してみますか。というわけで調教を繰り返していきたいと思います。阪急杯まで飛ばそうと思います。さあ、阪急杯のレースの週です。今週はレースがあります。何か用ですか。52キロかな、相変わらず。ようですか。はい、502キロベスト体重ですね。一番人気です。お、ボバ混合戦で、これ圧倒的な一番人気ですね。これは期待持てそうです。ちなみに2番人気が、1番のガルボ、3番人気が4番のワンカラットですけど、それほどパッとしないかもしれないですね。G2 も取ってる。そうだ、G2 取ってたんだ。まあ、負けられないですね、本来。いや、G1 狙ってもよかったかもしれないな。まあ、手堅くいきましょう。実力馬がここから始動します。さあ、飛び出した。12頭。まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは3番、そうですね、まあまあまずまずの位置ですね。上がっていきます。3番手か4番手ぐらいか。肩のフラメンコはこの辺り、そのうちからは8番スプリングソング。まあ4コーナーからこのどう上がっていくかっていうのが大事なんで、ワンカラットがその後ろ
7番プラガラッハ、それからもう1頭9番ホパノンシャンフ、この結構スローペースですね。2番湘南火山であります。だったっけ。そしてその外に10番コスモセンサー、その後ろ3馬身くらいあって1番ガルボ、5番手に下がりましたね。外から1頭 AB ガルボ、仕掛けどころかな、かわしていきました。上がってきましたね。さあ問題は直線、さあ問題は直線356m であります。5番のサーノパンサーが結構来てるよ。サーノパンサー届くのかどうか、でも足色いっぱいですね。先頭内を通ってサンカルロも伸びてきたけど届かない。一着一番人気に見事答えました。はい、重賞制覇です。ね、上がりの競馬になった感じですね。勝ちました。おめでとうございます。おお、馬風石ゲット。のように確定しました。もっと鍛えて上を目指しましょう。さあこれでですね、一度休ませまして、農園で収穫できます。ビクトリアマイルに挑戦させたいと思います。まずは調教ですね。調教は紹介していくか。これで放牧いきましょう。ではまた。放牧から帰ってくる週までスキップしたいと思います。農園で収穫できます。ご存知ですか。はい、これでですね、放牧を放牧でまた504キロ、通常より、通常というか一番いい馬体重の時よりプラス2キロの状態まで戻しました。入球をしたいと思います。はい、ダートでスタミナを一気に上げます。なるほど。いい感じですね。人参で確実に調子を上げていくのが一番いいですね。ところで、調子の良い状態で調教をすると、そういう力も上がると、いい仕上がりです、いい仕上がりです。いうわけで、常に調子、この調子の状態はいい状態に持っていきたいですね。あ、調子落ちましたか。これはもう調子上げるような心がけをした方がいいよね。そうだよな。いい感じですね。さあ、あとこれで2周ですね。調子がなかなか上がらない。適正な馬体重です。まずまずでしょうか。さてこれで502キロを近い状態に持っていきます。おっと、これは強い調教がありますけど、あえてこれを今回はやらずに、スピードアップをしたいと思います。いい感じですね。さあ、いよいよレースの週です。今週は調子が落ちちゃってますね。各スピードアップですね。いい感じですね。
4キロプラスのものが、まずまずでしょうか、ね、何か用ですか。どうも、馬体重がいい状態に持っていくと調子が上がりやすいと。というわけで絶好調、馬体重の馬体もベスト馬体重ということで、いい状態に臨めそうですね。おっと、そういうテーマの主な馬になっているブエナビスタとかやっぱり強力そうですね。まあ G1 取りに行きますよ。さあ楽しみなビクトリアマイルです。2番人気でしたか。おっと、1番人気がブエナビスタですね。投票受付を開始。2番人気が我が方のフラメンコで、3番人気がアパパネですね。他がアニメイトバイオとかメディアルバローザっていうのもいますけど、そんなに強い、まあいないですね。ブロードストリートになるとちょっとこのクラスは家賃が高そうですし、馬券も難しいなぁ。というかこの3頭のボックスになるんじゃないかな。567のボックスですね。結局はさて、いよいよ取り、なんとしてもこれ取りたいですね。 G1 目指せ G1 初制覇。まあブエナビスタ、アパパネ、この辺りが相手で、この2頭に勝つということが、ね、重要になってきます。府中のマイルで繰り広げられるマイル女王決定戦、ビクトリアマイルのスタートです。ビクトリアマイル12頭スタートを切りました。もう少し良かったら9番アンシェルブルー、スタートのタイミングが合わなかった。それから見回しはいいですね。思い切っていくのは何か。3番手につけました。先頭に立ったのはアタワイレーン、そしてその外にコスモネモシン。今日も勝利をつかむか、肩のフラメンコと武豊騎手。これが一番人気のブエナビスタ。私もブエナビスタがもう真後ろにマークしちゃってますね。ちょっと嫌な流れですね。9番アンシェルブルー、パパネも比較的通りまして、一番アニメイトバリオ、射程圏内にいますし、そしてその後ろから3番ブロードストリート、ミラがちょっと離れて4番スプリングサンダーであります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く11番コスモネモシン、カンバシンリード。春の府中で牝馬の熱い戦い、いよいよここからが正念場です。上がっていければいいんですけど、先頭に踊り出すことができるのかどうか。先頭松岡とコスモネモシン、さあ抜けました、カワイレーン、ウエナビスタ、さあどうだ、伸びるか、外から懸命アパパネもそんなに伸びないですね。アパパネも一応先頭に立ちましたけど、押し切れるか。おっと、4番がやりました、やりましたね。よく粘ってくれました。2着はスプリングサンダーですね。お、急車レベルを久しぶりに上がりましたね。今取ってくれました。素晴らしい。やりました。はい、おめでとうございますですね。ご存知ですか。さてと、ダブルCに出すことができます。ダブルCに関しては消去してですね、備えたいと思います。お、メロンがあるんだ。
か用ですか。というわけで、次回 WBC に出すんですけど、まあ、WBC 前でですね、出すんですが、その前にやっぱり、調教をして、いい状態、かつ、力をつけた状態で、レースに臨みたいと思います。まあ、お牝馬限定戦で、そんなに G1 としては、強いと言えないメンバーで、まあ、なんとか勝ったっていう感じなんで、WBC マイルは厳しい戦いになると思いますけど、まあ、強くしまして、まあ、できることはやっておきたいですね。はい。というわけで、本日はここまでとなります。いつも通りチャンネル登録、またですね、ブログ、ツイッターなどアクセスしていただければ、嬉しいです。最後に、関連動画ですね、プレイリストとか、最新のアップ動画など、こちらにもアクセスできるように してますので、よろしければこちらもアクセスしてみてください。はい、では次回WBC、こちらに挑みたいと思います。ゲーム動画でいこうでした。バイバイ。